あの、戦略を立てるときというのは、制限を探すべきなんですよ。だから多くの人は、みんな何ができるかで人生の戦略とか立てますよね。例えばじゃあ皆さんだったら、自分がじゃあ数字が得意だから理系に行こうとか、人脈を作るのが得意だから営業に行こうとか、頭で考えるのが得意だから統計学者になろうとか、結構自分ができることで人生の戦略立てるじゃないですか。これ挫折するタイプの特徴なんですよ。なんでかっていうと、自分ができることって多分他の人もできるんです。人類今80億人超えてますよね。その中で、自分と同じような能力や特技を持ってる人なんて腐るほどいるわけです。そこで、自分ができることって思ってそこから考えても、競合相手がものすごい多い中戦う羽目になります。だから、苦戦する。じゃあどうすればいいのか。はい。で、自分よりもうまくできる人、多分大体いるんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、自分ができないところから探していくんです。自分はこれはできないと。で、これができないという制約の中で、じゃあ残った武器をどう使うかを考えるべきなんですよ。つまり、これポケモンのオンライン対戦で考えると、極端に言うと小学生の頃によくやったつよつよ伝説ポケモンパーティーで戦いますかって話です。例えば、自分ができる、得意なことだけで考えると、例えば、ジャイ力高い技使える伝説ポケモンとりあえず入れたいよねってやってったら伝説ポケモンパーティーできましたみたいになるけど、できないことから考えると、今、だいたい、みんな、この戦略流行ってるから、このパターンか、このパターンかこれかぐらいしか勝てないかなって分かったらそっから選べばいいですよね。おそらく、このくらいの差が出るようなことを、現実の副業なんかでやっちゃうんじゃないかなって思います。って思って、伝説ポケモンのパーティーで戦ってる動画見てみたら、クソ強くて笑った。ごめんなさい。ヤープってのがバレた。松さんあればよいのです。僕の場合だったら常識ないし、対人能力そんなに高くないし、要するに協調性が低いから周りに合わせられないしってなってくると、どうなるかっていうと、僕の場合は、まあ、協調性が発揮できる仕事はダメだよね。一般の会社には入れないよね、と。ね、とはいえ、なんかリーダーシップ発揮してバンバンやるタイプとかでも僕ないので、自分でいろいろひたすら考えるのが好きなタイプなんで、まあ多分企業とかがっつりやってビジネスをゼロから作ろうと思っても、多分向かないわけですよ。もっとうまくできる人いるな、みたいな。そうやって、できないとこからスタートしていくべきなんですね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。